こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、メロディーを弾いて練習していますと、ギターの方からですね、で、まあ、黒田先生のやつを見てさせていただいて、こうイーブンで弾いてるっていう、こう均等にタタタティタタタタとこうちゃんとこうね、あのタッカタッカって弾くとなんかこうダサくなっちゃうんで、こうジャズ的なレイドバックっていう、こう後ろに倒れた感じにしてこうスイングさせるっていうやつをいろいろ勉強してやってるんですが、ドラマーじゃないのでこう2-4を意識しながらこう8分音符を演奏していくと、どういうとこに気をつけるとこうスイングするとこに行きますかねみたいなところで、あ、いい質問だなと思って僕もいろいろちょっとこう考えていろいろ打ち込んだりしてみました。これ8分音符なんですけど、これスニアドラムですね。これこう均等になってます。でちょうどここぴったりは、このこれがハイハットになりますので、これが2-4ですね。ちょっとハイハットを大きめにして、スニアを、鳴らしてみますね。そうするとタッタッチッタッタッタッチッタですね。ハイハットですね、電子ドラムのハイハットだと、音ちっちゃいので、この下方のハイハット使ってみます。まあこんな感じですよね。これだと跳ねて聞こえない、タッカ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 なので、こういうのをイーブンと言いますね。イーブンっていうのはこう均等という意味なので、均等ですね。跳ねて聞こえさせるにはどうすればいいかということでですね、この8分音符をこう後ろにずらしてみますね。これね、こっちね、このままこれをこういうふうにずらしていくと、こう同じものをこうコピーしてこうこっちに持ってきたんだけど、そうするとこうハイハットとの間でうったたったうったたったと聞こえると、まあこれね、でこれじゃあ打ち込んでやってみました。そうそう、たったちたったたったちたったに聞こえちゃうんですね。なんでだろうな。いや確かに理論上は合ってるんだけど、であ裏拍をちょっとアクセントつけたらどうだろうかということでですね、つけてみました。そうするとこうするとちょっと跳ねて聞こえるね。だからやっぱり8分音符の裏とハイハットとの関係ね、こっちを大事にしなきゃいけないんだな、この感じね。この裏の音とこのハイハットの関係がうったちったうったちったっていうところに、まず左手と左足で、右手はすごく跳ねてもこの幅があるという感じですね。うたちったうたちったって感じですね。でじゃあそのバドゥダダラララララとかはパティタテテテテテっていうのは、このトゥタ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 の上にダルダタバデダダ着地するところにはちゃんとアクセントを置いて、やっぱイントネーションって大事なんですね。このアクセントとこの音につながっていくイントネーションでスイングさせてるんじゃないかなっていうのは、こう改めて打ち込んで思いましたね。この位置だけじゃない感じがします。実際これ坂本龍一さんの、YouTube にもあると思うんですけど、やっててこの跳ねた音楽っていうやつのこの比率をちゃんと合わせて打ち込みってやって、その時はやっぱベロシティっていうこうね、こう強さっていうのがね、ここちょうどここをこうやってやるとね、ここにベロシティっていうのが出てくるんですけど、これをだから僕の場合は、ここのベロシティが47で、ここのベロシティが98にしたということですね。要はアクセントをつけて、ベロシティっていうのが音量になるんだけどね。でその要は音量はその時はもうコントロールできないので、位置関係だけでやってみると、やっぱり比率的にこういう風に跳ねて聞こえさせてるためにはこういう風に、ずれてるんだよっていうのをやっぱ研究されてて、で今度はその完全にイーブンでもアクセントの付け方だけでもやっぱスイングできるんだよっていうことをやっぱり言ってらっしゃるんですね。だからまあそうだろうな。で僕もアメリカでやっぱ授業を受けた時には、やっぱそのイントネーションとやっぱアクセントと、要はこう位置ですね、位置の感じだから、こうイーブンであったとしてもちゃんとレードバックすると、そこにストンとこうはまるとこがある、この座りのいい位置があるっていう感じですね。こういうのをリズムのポケットと言います。もう本当にアメリカに行くともうみんながもう口揃えてね、もううるさいわっていうぐらいね、こう
リズムのポケットがあってね、お前はリズムのポケットがわからないみたいな。ポケットに一回はまってしまえば絶対わかるはずなんだけど、ポケットの見つける訓練をしろって言われて、じゃあどうやってやればいいんだって。で、まあみんなああだこうだ言ってくるんですけど、まあイメージ的には今回やっぱりこのうっか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 、この2-4とこの裏拍の関係をまずそのしっかり気持ちよくして、それから表拍をってやると、こうイーブンでもスイングした感じを出せるんではないかな。なのでやっぱりこう大事ですよね、そのイントネーションと結局歌の歌い方なので、あの英語とかのアクセントとかと一緒で、あの無理やりあのアクセントつけてみる。だからブブバルデダバデルダとか、あのなんか変にアクセントつけるとスイングしなくなるところがあるんですね。でここにアクセントつけるとスイングするなみたいなのをこうちょっと結構強調してデフォルメして、で演奏してみるとすごくスイングする位置にスポンって入る時があるんですね。でそれをやっぱリズムのポケットと言います。で一回なんか自転車乗れるみたいな感じで、一回乗れると、あこの辺かなって感じがスッて見つけれるんですけど、なんかうまくその分からないうちっていうのは、僕もそうでしたけど、うまく入ってるよって言われても本当なんかこう気持ち悪いんだけどみたいな感じなんですね、イメージ的には。大阪さんに言われました、そこって言われても、どこですかみたいな今できてるじゃんって言われて、できてるんですかみたいな。いや結局ね、不安定なんですよ。で不安定だからスイングするんですね。スイングするっていうのは何かと、進行していくってことでしょ。要は人間がこう歩くときっていうのは、こうやって歩くときっていうのはこうでしょ、こう歩くときっていうのは安定してたら前に進まないんですよ。ってこと、不安定な形にするから前に進んでいく感じなのね。それが結局その安定してる、要はオンのメトロノームとぴったりのタイミングっていうのは基本的に進んでいかないんですね。要はあのこうスイングしないわけですよ。メトロノームよりちょっとだけ前っていうのが、まあイメージ的にはシンバルレガーとちょっとだけ前、ハイハットはジャストだったりとかちょっと後ろっていう人もいるんだけど、こうまあそのジャストかそのこれ後ろかっていうのは、そのオンをどこに感じるかちょっと人によって違うんですけど、結局まあこう相対的なものなので、でこうそのみんながオンで感じてるところのぴったりっていうのは、ここはものすごくみんながこう安定してるわけですね。それよりもちょっと前引いたり、ちょっと後ろ叩いたりすることによってこう進行するわけで、それって安定してるかって言ったらすごく不安定なんです。で不安定を意図的に出さないとこう進んでいかない。自転車もそうでしょ。自転車もなんであんなこう不安定なもの乗るの。だけど不安定なものに乗ることによってスピードがガッて稼げるわけじゃないですか。フラフラするけど、それをこうそうすることによってやっぱ安定して補助輪つけちゃうと、要はスピードが出なくなっちゃう。で逆に不安定になっちゃう。むしろスピードが乗ってる時っていうのは不安定な方がこう逆に安定するみたいな、なんかわかりますかね。あのそんな感じのイメージなんじゃないかなって僕はずっと思ってるんですけど、とにかくこう安定して楽だから最初は見えないんです。だけど不安定で気持ちいいっていうのを感じれるようになると急に乗れるようになります。だからこうサーフボードとかもそうでしょ。不安定じゃない、不安定だからこういう乗ることによってシュッて進むとこが気持ちいいわけじゃないですか。あれがすごく別にあの波の上じゃなくて、すごい安定したあのサーフボードをね、あの地上の上にポンって置いて上に乗って気持ちいいですかね。あれは安定してるからつまんないんですよ、動きがないからね。不安定になるからいろんな動きがスピード感が出てきて、なら気持ちいいわけですよ。だからジャズのスイングする感じっていうのは不安定な感じを意図的に作り出して進行させる感じですね。なのでスイングするか、音がスイングするかっていうのはエネルギーですね。これで前に進行するかっていうのはズレで表現するって僕は思ってます。なので、こういろいろな要素が組み合わさってスイングしてるけど前に進まない。スイングってジャンプだからね、こういう感じ。こうやって前に進んでいくためにはこう伸び縮みとかこうズレっていうのが必要になってくると僕は思ってるので、まあ一個ずつやっていかないと難しいと思うんですけど、こういう感覚で僕らは演奏しています。なのでまあ多くの人、ミュージシャンに聞いてもやっぱそういうふうに考えてるよっていう人がすごく多いので、実際僕もアメリカでシステマチックにこう習いましたね。こうやってあの図に書いてもらいました。こうやってずらしてここにハイハットやって、でもあくまでもこれ指標だから、気持ちいいズレを体が覚えたらスイングするんだよっていう感じですね。なのでメトロノームでオンに合わせにいってると
すごく安定してるから、こういうスイング感ってなかなか難しいんですよ。ずれてるわけだから、常にずれ続けるっていうことをちょっとずつし続けるっていうのはまあまあ難しいんですけど、できるようになるとこれがもう絶妙の気持ちよさになってくるんですけど、これのすごい人たちっていうのがもう偉人とかはもうこのずれのキープ力がすごいんですよ。このこんなにずれてんのにずっとキープしてんのみたいなのが、こういうのがすごいんですね。まあそういったこう偉人のすごいお話はまたやっていきたいと思いますので、まあ本日は以上になります。皆さんのもしコメントありましたらいろいろ書いていただけたら、僕も勉強になりますので嬉しいです。本日は、以上になります。今のタイムでよければ、チャンネル登録してくれれば黒田は喜びます。よろしくお願いします。ありがとうございました。